地図コルスデュシュド県は、フランスコルシカ島の南半分を占める県である。県庁所在地は、島の西部のアジャクシオ。なお、2018年1月より、コルシカ島においては、県が廃止され、県議会、及び県庁の権限、機能は、コルシカ島全体を統括する、コルス地方公共団体に移されている。ただし、コルスデュシュドの故障は、現在も、旧県領域が、 コルスナショナリストによって暗殺されている。2018年1月1日、廃止。議会及び県庁の権限。昨日は、コルス地方公共団体に移された。西は、地中海、南東は、ティレニア海、南は、ボニファシオ海峡を挟んでサルデーニャ島と向かい合っている。地中海性気候で、夏は暑く乾燥し、冬は温暖で雨が多い。しかし島はまた、 高山性気候を冬にもたらすことが知られる。5月から6月まで山の頂上が雪で覆われるのは珍しいことではない。コルスデュシュドは、その面積の66%までが植林されている、国内で割合の高い県である。コルスの植生は本質的に以下の区分がされる。出店陰性エオリフどちらの空港もアジャクシオコルスデュシュド商工会議所が管理している。 県内には4つの港があり、そのうち3つは本土からまたはサルデーニャからの旅客の乗り降りと貨物運搬の混合利用である。ありがとうございます。